よーし、続きやっていきたいと思います。前回の直後ですね。このバッグには何が入ってるのかなっていうことと、これは果たしておしゃれかどうかっていうのをちょっと考えてました。じゃあ行きましょう。ヴィラの中に入るために現代で、おお、モンテリジョーニー・ヴィラの無理だ、裏口から侵入します。くぐれるわ。あ、これは協力プレイだな。危ない。こいつを持ち上げられるか。そんなことしたら私も骸骨の仲間入り。別の道を探すか。登れんじゃないの。ここからこの下の通路に降りられそうだわ。コウモリに気をつけろ。どこ。何、ダラの話さ。見張りとしては頼りにならないのね。見張りとかそういうレベルじゃないぞ、もう。おお。まあ彼女も実動部隊側ですよね。バックアップとかじゃなくて。おお、また亡霊だ。ねえ、大丈夫？しっかりして。デモンズソウルか。まさかデモンズソウル。まあでもこれはな、自分のご先祖様の記憶だからな。登ってみよう。あらら、クラウディア。おい、怪我はないか。ええ、母上は。デズモンド、登るのは無理よ。君を押し上げれば。いいえ、無理。あの出っ張りまで放り上げられないかな。もっとダメ。ついてこい。いけるいける。これならどうだ。何をする気だ。ああ、いいじゃない。気に入ったか。今回これが結構あるんだろうな。こっちから登ったんだよな。はいはいはい、行けってことだ。ここはどれくらい古いんだ。中世のものみたい。崩れないでくれてラッキーね。最近寝てばかりだからな、油断は禁物だ。言わないでいたけれど、あなた太ったかもね。そうだね、体は。レベッカにアニムスを補強してもらわないと。本気か。いえ、体はなまっちゃうよな。筋肉。あ、危ね、筋繊維は。神経の方はいけると思うけど。さあ行くぞ。よし。これは吊り橋効果やで。そんな次元じゃないか。前に来た時にはエッツヨが来た時よ。ああ、そうだったな。こんなことになってごめんなさい、私のせいね。おい、俺は今毎日が充実してる。君のおかげさ。目の前の仕事に集中しましょう。危うさをね、感じちゃいますよね。渡れってことかな。登れってことでしょうね。あ、下か。もうめっちゃこういうの方向音痴なんでね。アサシンの墓での失態が未だに忘れられない。降りてこないの？
あ、来た来た。はい。いつから俺の仕事に？私がレバーを全部引いたらあなたは何をするの？見ているさ。ずるいわ。いいか。危ねえ。スイッチよ。押してくれればいいんじゃないの？ん？何か開いたぞ。これか？え、こっちから来たんだっけ？ほらもう分かんなくなってる。何か開いたぞって。あ、こっちが先かな。分からなくなってる。ここから動けないけど向こうにレバーがあるのが見えるわ。ほう。レッツは美人の彼女と風呂に入ったのに俺はトイレで水泳か。ああ。何かボタンを押し続ける。よし、あったぞ。泳ぐの？まさか。冷たい。凍えそうだ。ぼやかないの。そうは言うけどな、こんな汚い水の中で泳ぐ身にもなれ。ベネツィアの水は綺麗だったのか。ドブの匂いだ。大げさなんだから。ここじゃねえのか。なになに。そこじゃないの。うわ、なんかここ登れってことかな。うわー、あーで、こう渡れみたいな。毎日が充実してるってあなた言ってたじゃない。はいはい。うん、自己啓発セミナーでも行くかよ。いいか。すごいな。どういう原理なんだろうな。オッケー、今よ。はい。どうして濡れていないんだ。あなたのおかげよ。ずるいぞ。あら、そう。飛べんのかな。飛べ。よしよし。う。捕まえた。ありがとう。姉様、渡り終わったから急いで。わお。強めの PTSD だな、これ。たく、橋はダメか。こいつは飛べないぞ。うん。考えがあるわ。手を貸してちょうだい。橋に立ってくれるかしら。はい。やった。見せてみて。どうぞ好きに。俺はここに残ってコウモリと添い遂げるよ。こいつら仲良くなってきやがったな。飛び越えて。やったな。コウモリさんはがっかりね。まあな。よし。バットマンのことか。で、こっちか。みんな、ここから中に入れるぞ。ああ、追っ手がね。こっちはいけない。にしてもなんか銃とかいっぱい出てきたな。いや、待て待て、これ戻る時のだろ。アサシンは飛ぶべき。
うん、よしよし、こんなに長いのか。それしてもお母様とかここ渡るの無理だろうにな。なになになに、俺に何を期待されてんの今これ。上かな、横かな、違う違う。はあ、滝、下、そこが登れそう。あ、上だな。こういうことでしょう。ここで待つわ。今度は俺が橋を下ろしてこいってことか。まあそういうこと。これからずっと楽をするつもりか。心配しないで。どういうことだろう。これ、これ越えれんのかな、そこ。それとも何かしないと。ああ、いけそうだけどね。あ、そっちが開いてんのか。はいはいはい、いいじゃん。やった、ありがとうデズモンド。まあね、これからずっと楽をするつもりか。ルーシーちょっとずつ美人になってるからな。ワンの時はこんな主要なキャラになる予定じゃなかったのかもしれないけど。あー、なるほど。じゃあ借りを返しましょうか。うん、危ねえもん。冷静に考えて。まずは一つだ。まず一つだ。魔法を見せて。どういうこと？やべえ、お腹空いてきたな。しょ。よし。割と俺現代編好きなんだよな。ボリュームが少ないからかもしんないけど。うん。はいはい。こっちかな。よしよし。でジャンプしろって。はい。ほらどうぞ。おお。私たちいいコンビね。そうだな。オッケー。一人で来てたら積んでたからな。おう。よし、そろそろだろ。聖域が見えてきたわ。ほんとだ。めっちゃ地下だったんだな。聖域ってすでに地下1階だったからな、ビラでいう。いやー、変な感じ。過去と現代が。うわ、随分年を、はあ、襲撃の後ここに戻ってきたことがあったのか。なるほど。なぜだ。デズモンド、
よし、ドアを開けよう。それに修復もされず現代までこうなってるってことはもう確定だもんな。全シリーズであんなに投資したのに。暗い暗い。ん？何かあるぞ。なんとか開けることはできないのか、デズモンド。裏側にいる。何これ？ 1？ これプラスかな？ 1？4？4？ 読みづらい。1、4かな？ 1 プラスかな？ん？書いた人字が汚い。あ、おお、すごいね。ということで、やったわね。まったく、やれやれだ。あれはエッツヨが残していったものみたいだ。下にナンバーがある。1419 14か。1420 1421。少し横になった方がいいわ。いや大丈夫だ、まだ。わお、これは頑丈な作りね。わお、全然傷んでないし、携帯の電波もここなら届かない。アニムスをセットしなきゃ。はあ、現代版のビラとして使うんだ。なかなか熱い展開ですね。おおおお、聖域になると。オッケー、こんなところね。ショーン、車を街に隠してきて。帰りにつけられないように。おい、なんだこの匂い。俺の服からだな。下水で泳いだみたいな匂いがするぞ。ルーシーのせいだ。待って、電気を確保しないと。電気は近くの電線から取れるけど、ワット数が低いの。いつも説明しろ説明しろって、全く他に言うことはないのかね。僕は博士くんキャラじゃないってのに。まあいい。博士くんキャラじゃないの。なんだろうな、スクールカーストで言うとどれぐらいの位置なの。はあ、ついていくのかな。へえ、こうなるんだね。俺はショーンは別に嫌いじゃないぞ。電気を優先でね、引っ張ってるね。あー、すげー。何かボタンを押す。よし、じゃあモンテリジョーニの配電盤を見つけてくるんだ。そうすればレベッカのおもちゃを使ってビラの地下にある電線に電気を回せるってものさ。車を隠しに行くどころじゃなくなるから、仕組みとかは聞くな。配電盤を、うん、4つ探せと。お、ヒューズが。バイオハザードみたいな。マップ、おー、マップは見れない。現代編だとマップは見れない。まあ、あれは、やっぱアニムスの能力なんだな。じゃあ目視で探せってことですか。ちょっと待てよ、この線をたどればいけるとかそういうことない。あー、違うかな。ほうほう、まあ走り回れ、走り回って探すのこれ。ヒントをくれ。あー、すげえ。一応なんかこう整理されてる、この観光地みたいな感じで整備されてんだろうな。
そっか、電気があるもんな。すげえ。観光だ。モンテリ城にビラ。自分のご先祖様が。作った街を。あ、あった。そっか、これぐらいの距離感であるのか。近づくと、鷹の目をオンオフで出してくれるな。M12-12。それは何なんだ。仕組みとかは聞くなって言われてたけど。へぇ、あれ、コンビニあるよ、もしかして。インフォアマー読めない。まあなんかチケットとか買うとこだろ。おお、車あるじゃん。すげえな。バイクもあるし、ホンダあるじゃん。ほらホンダが。すげえ。ベネチアには行けないか、このまま。そうか。いやー、いいなー、この古い街並みに車。おっと、いいね。なんかこういう感覚ってあれですよね、ヨーロッパ人とかが日本の京都とかに来た時の感覚に近いんでしょうね。なんか古いものと現代のものが混在してるっていうのを、お前ヨーロッパ人にもそうじゃねえかっていう感じがしちゃいますけどね。さあ、こんな風に遊んでて見つかるんでしょうかね。はあ、あそこでしょ、逆側かな、バランス的に。あっちじゃない、うん。やっぱこの辺でしょ。え？あ、この人だ。いいね。今日は制作者のバランス感覚が読めてるぞ。おい、降りたかったのに。OK。ビリビリってショートしてるじゃねえか。ただいま。ちょうど夜明けよ。よし、起動 OK、 やりましょう。うん、お待たせ。おい、もしもし、ちょっと冷たいじゃないかな。やれやれ、始めましょう。いいね。なんかいろんな時代のがあったるな。コロッセオみたいなのもあるし。アブスター号の方はどうなってる？どうにも。エデンの果実を見つけ次第ヨーロッパにいる仲間たちと連絡を取るつもり。でもイタリアには私たちだけだし。天の助けでもないものかね。腕利きのアサシンたちは衛星打ち上げの情報収集に大忙しよ。打ち上げ場所はアメリカか中国、あるいはロシアだと思うけど、まだ絞り込めてはいないの。なるほど。にしてもイタリアにはこいつらしかいないとか、そういうそれぐらいの規模なんだな。でも世界中にいそうだな。スケッチの下にある数字、見当つくか。1419、1420、
1421、100年戦争に関する何かか。待てよ、1419年にはマルティニス5世がフィレンツェを訪れている。1420年にローマへ立ったが、これはブルネルスキのドゥオーモ着工の年だ。1421年は、もっと研究しないとな。やっぱ、あ、まあ、データベース、博士くんキャラじゃねえか、やっぱり。博学。やっぱり、ショーンは俺は好きだな。まだ俺アニムスに入りたくないからね。話したいだけだよ。できないの？うわ、なんかアニムスなんか入っちゃいそうだな、これ話しかけると。他のアサシンたちは何？アブスターゴと秘宝の争奪戦よ。アブスターゴの連中はまだ神殿やエツヨのリンゴの場所を知らないはず、うん、珍しく私たちがリードしてるわ。なるほど、これを突破口にってことだな。情報の共有はできてるんだろうな。なあ、モンテリジョーニはどう思う？ここはモンテリジョーニじゃないさ。本当のモンテリジョーニが1554年にフィレンツェに占領された時の様子なら答えようじゃないか。ふん、ここは今も昔も大して変わっちゃいないだろ。そうとも、歴史は変化の研究で、生きていれば変化する、うん、変化しなくなったら死ぬんだ。うん、まあ、諸行は無常だからな。ちょっと忙しいの？あ、来た。ここまで来たかったんだな。忙しいんだ。あ、2の頃よりショーンが優しくなってる。集中してるな。この子のシステムを更新するのに大忙しよ。どんどん良くなってる。今度こそ彼の記憶を呼び覚ませそうかい？もちろんよ、うん、まあそう焦らすなよな。ファームウェアのアップデートとかそんぐらいだろこれ。PC 好きは昔から？以前はボーダーで大怪我してからコンピューターにはまったの。まさかスノーボードをつけてヘリから飛び降りるのと同じくらいコンピューターがワクワクするものだなんて。僕としては一度医者に見てもらうことを強くお勧めするね。まったく、どう考えたってまともじゃない。そんな、こいつらコンビを組んでるはずなんだけどな。まあデコボココンビっていうのはいんでしょうね。好奇心旺盛タイプとリスクを恐れるデータ分析タイプみたいなね。また後で。オッケー、じゃあ聞き出したな多分。そっか、なんかシークエンスの区切りが2と違うからちょっと時間の読みができなくなってるな。もうちょっとやってみよう。何かボタンを押す。押してるけど押してるよ。あ、来た。うん、トロフィーを獲得しました。聖域の章。ああ、掴むね。掴む忘れがちなんだよな、俺。気づいてるかもしれないけど、うん、アニムスの改良ついでに新しい VR トレーニングプログラムを導入したの。ほう。ご先祖を通じて習得した技術を披露するチャンスだってこと。課題はこんな感じ。うん、これ動かしてません。勝手に動いてます。ほう。なんだ今の。カウンターで銃が使われたな。何これ。あー、そんなことも始まったのか。リアルでしょ。おっとっと、掴む、掴み技、蹴る。はあ、
あー、相手が掴んでくるようになったな。とっさにまだ脱出できない。もっとやりたいならアニムスのデスクトップからアクセスして、訓練が完了しそうになったら新しい課題を追加するから。なるほど。エチオの後半の記憶から排除される問題を解消するには DNA の順番に従って記憶を思い出すことね。うん。シークエンス2を選択してデズモンド。いい？これを選べばその中の記憶を見れるの。うん。封印が解除された記憶にはこのメニューから何度でも好きな時にアクセスできるようになる。うん。忘れたい記憶があるときはどうすればいい？デズモンド、真面目にやって。うん。疲れたらアニムスから出てもいいわ。それはあなたの自由よ。ああ、分かった。大丈夫だ。眠れってことだな。最後に一つ、エチオの行動をそっくりなぞることに成功してシンクロ率を上げると、抑圧されていた記憶が蘇ることもあるかもしれない。では開始。最初の記憶を選んで。自動で選ばれましたね。デズモンド、被験体16号のファイルの最後にあったこの5桁のコードを眺めていたんだが、うん、偶然とは思えない位置に気づいたんだ。どういうわけかアニムス内部の座標とぴったり重なるんだ。ほう。座標が示しているランドマークにはデータベース上では目の印をつけてある。何もないとは思うが万が一ってことも。さあどこかな。フィレンツェに逃れたのかな。あ、ローマって言ってたか。じっとして、すぐ楽になるから。俺はどうしてここに。男の人があなたを運んで。名は何と言った。それが目が覚めたらマキャベリとアウグストスレービオの前で会えと伝えろとしか。さあ、お召し物を。俺をここに運んだ男がこの服も。そうですよ。おお、父上からもらった服だな。あ、やっぱりローマ。1500年1月。ああ、ローマだ。ええ、ボルジアが権力を握りひどいありさまですが。霊廟はどこに。残念ですがここからは見えないんです。あの教会の上に行けばどうだ。ええ、でも階段には鍵が。それについては心配ない。この度はあなたに何から何まで本当に世話になったようだ。感謝を。シーケンス2読めないな。子たちの荒野。新品同様、オウムではビラ襲撃で受けた怪我を治療してから、教会の塔に登ってアウグストゥス霊廟を探す。はあ。フルシンクロ詳細。体力ブロックを一つ以下にしない。なんだ、フルシンクロ、そんな概念が。はあ。1500年1月って新世紀 入りたてってことだな。フィレンツェがローマに先駆けてイタリアルネッサンスの震源地となったが、教皇としてはこれが口惜しかったらしい。あ、文化芸術の総本山の地位を取り戻そうと建築家や芸術家のパトロンになってじゃんじゃん金を出しては、傑作を作らせた。なるほど。OK。 オプションで現在の目標を確認できる。お、マップも、いやー、でかいな。うん、インベントリー、お金もなくなってる。怪我を治療してから教会の塔に登ってアウグストゥスレビを探す。医者、
まあ医者を探さないと。まあ体力は1だから無理はできないと。っていうか走れねえ、怪我をなやっぱ治さないといけないんだ。いやーしかしローマですよ、腕がうるせえな我慢しろすぐ治すんだから。あーベルジネ水道、ローマの水道って有名ですよね。確か古代ローマがなんか水道を作ってて、途中でその技術失われてるみたいな。昔の人の方が技術が進んでるみたいな時代が結構ローマとかこっちの方だとあるんですよね。この時代はどうなんだろう。まあ言っても銃とか出てきてる時代だからな。あくそ、すまん、薬を処方してくれ。どれどれ、あなたほどの年になると薬では治しようがない。何、痛み止めを出すから自然に治るのを待て。どうも。昼に血を吸わせるという治療法もあるが、こういう傷にはおそらく効果がないだろう。だが助けになりそうな知り合いがいるから紹介してもいい。他にいるものは？健康に昼はどうかね。スプリントフリーラン、壁登りのアビリティが戻った。これいちいち選ばないといけないの？変えるのかな。はあ、お金がない。困ったらまた来なさい。もんなしです。さあ走れる。あれこいつ多分ミッションだな、後にしよう。あーなんだろう、グラフィックがやっぱ良くなってますね。くらいの年とはな。何歳なんだろうこれ。トリニタ・デイモンティ教会。1500年代初めに完成したで今じゃんって思うんだけどな。ナポリ占領を祝って建築された。なるほどね。待った、ここじゃないよな今向かってんの。あ、いいのか、教会の。あ、鷹がいるわ。ビューポイントだ。情けは人のためならずですよ。くっそ、でも今もんなしなんだよ。どう、おい、よせ、怪我をするぞ。背中が。あれ、ダブルジャンプできないまだ。おい、そうか、怪我をしちゃったからまた一からだなこれ。そして羽があるだと母上に持ってくのこれ。え、10分の1、羽は今回10枚なんだ。前回100枚だったかな。よし、いやー素晴らしい。さあシリーズ恒例のビューポイントですね。ビューポイントとイーグルダイブ。
うん、24分の1、これはローマだけの数だろうな。おい、聞いたんだが、逮捕に抵抗してる百姓がいるそうだ。そんな不届きな奴らには思い知らせてやろうじゃないか、オルジアのやり方を。まずはこいつらだ。へえ。万平の後をつける。金曜日ごとに来てた若い医者を最近見かけてないか。足が痛むんだが。うん。さあ今回の最初の尾行ミッションですね。多分クリアまでに 2,3 回 3,4 回ぐらいは多分尾行ミッションあるでしょう。元通りに治ったのかい。うん、ボルジア軍ってことだよね。ローマだからボルジアの支配下に今あるので、ビラをボルジアの軍勢に滅ぼされてるから、多分序盤のミッションだから簡単だと思うんだけどな。あ、だんだんハイカラになってきたな。大都会ですからね、ローマっていうと。うちで働いてるのは長男だけ。それだって小さな教会の駒使いよ。仕送りなんてほとんどないけど、仕送りをしたら食費さえ。無能な役人ばっかりで嫌になるよ。私たちの税金なんだから、私たちの生活を良くするのに使うのが道理だろう。あまり現代と変わらんない言ってることが。今リアルタイムの日本も財務省やらかしてるからな。公文書改ざんしちゃまずいだろうって思うんですけどね。うん、え、ワンペイたちを倒す。はあ、なるほど。おい、何してる。はい、おい、おい、うん、シンクロ率 100%。 うん、おい、妻か？かわいそうに。そうとも、あの豚野郎に慰み者にされたんだ。ただ殺すだけでは飽き足らず、ただ殺すだけでは飽き足らず、あの野郎は小さい時から彼女を知っているはずのみんなが笑って見てたんだ。彼女が縛り首にされるのを。気持ちはわかる。わかる？リビアに罪はなかった。俺の家族が吊るされた、裏切られて。死刑執行人が丘の上の家から見張っているんだ。ロープを切ったら俺も縛り首さ。死刑執行人は公主刑台を見下ろす高台に住んでいる。見つけ出し倒すこと。フルシンクロ詳細、アサシンブレードでターゲット殺害。なるほど、今回はフルシンクロのためになんか、うん、なんか縛りが入ってんだな。
落ち着いたら彼女を降ろせ。執行人の方は俺に任せろ。ああ、なるほどね。この辺も役人なのかな、死刑執行人って。法務省法務省直属の死刑執行人なのかな。あー、ひどい。まあボルジアに復讐できるならいくらでも理由を探せるな。それにしても十字キーの左で薬使えるかな。あ、使える。一緒だ。うん、こんな高台に住んいるの。さあスムースに暗殺できるかな。その家だな。そして兵士が、うん、あ、これエアアサシンをしろという神のお告げだな。探せと。まずいい眺めですな。あいつか。ああ、もう素材が悪いのでは最高傑作とは言えんがな。待って待って、あいつだよね、金色。はい、アザシンブレードだぞ。ウォー、眠れ安らかに。また今回も、あ、わかんねえんだな、これの抜け出し方が。ああ、ローマ兵か。おっ、たまに撃つね。避ける。おい、命乞いをしろ。まあいいだろう、やめ、許してやろう。死にたくない。地獄で煽ってる。うん、まだちょっと体力少ないから不安だな。あ、なんか光ってる。今回も宝箱システムあんのか。うん、お、やべえ、見られてる。香料とお金が、今回アイテム、宝箱にアイテム入ってんのか。あれ、待って、投げナイフは、お、持ってる。試していこうか、一発で死ぬかな。よいしょ、あ、一発だ、いいじゃないか。あ、あ、聖マリア、聖マリアディミラーコリと聖マリア・イン・モンテサント教会。ショーンが見つけた被験体16を残した座標はここに座標はここにあったみたい。なるほど、じゃあ今回はこれを探して終わりにしようかな。デズモンド、被
験体16号を調べてるのなら前の時みたいに鷹の目を使ってみたらどうだ。なんかショーン喋り方ちょっと変わってるぞ。もっと嫌みったらしく喋ってくんないと。なんか光ってるかな、あの上かな。あ、違う。そうか、前作と同じようなパターンで探せるかな。こういうなんていうか主要な有名な建物のいくつかに、被験体16号っていうデズモントの前の被験体が残した、マーキングが、シンボルのマーキングが残されているので、それを探せば被験体16号のメッセージをがもう隠された真実が探せるんですよね。さあどこだ。大変な知らせだ、トルコがモンテネグロに侵攻した。大規模な戦いが繰り広げられたようだが、知らせを持ってきたのは戦場からさっさと逃げ出した者たちなので、戦いの結果は不明。ああ、なんかあんま目立たなくなってる。あ、違うか。あ、これ違うか。違うんだ。あ、これじゃない。もっとやっぱ目立つよな、さすがにね。警備隊は治安維持に全力を尽くしているが、この警告を無視した場合、身の安全は保障。やばい、全然見つからない。だいたいこういうとこにあるんだけどな。ん？あれ違うかな。羽かな、あれ。何これ。あ、なんか新しい要素だ多分。ボルジアの旗。何その新しい概念。アサシンスクリード1にあったかな、そんな。んー、これでしょ、この建物でしょ、内側かな。ん？おお。ただいまシンボルを探しております。ちょっと一回降りるか。このままじゃ見つからない気がするな。だいたい上にあるんだけどな。やべやべ、うわ馬が、馬の警備隊がいる。やばい、全然見つからないぞ。うん、ここ開いたら死ぬな多分な。あ、やべえ、馬怖い、邪魔。何こいつ。あ、酔っ払ってんのか。へえ、内側にもないな。あとは？ちょっとマップ見てみようかな。あー、そっか。ゲームできないな。こういうとこにあった、あった、あるんだけどな普通。ほう。梅毒って水で移んの？そんなことはないだろう。
ギャグだなこれ。痛風の治療法は大量のビールを飲むことだっつってるぞ。現代と真逆じゃないか。プリン体の話するか。まあね、それもなんだ100年後ぐらいに全く嘘でしたみたいなのもあるからね。いやー全然見つかんないですね。なんかこの門がすげえ大層な形してるからこの辺な気がするんだけどな。ないわ。あら、こっちかな、もしかして。ちょっと待てよ。場所の、ちょっと、データベース、場所、教会だよね。聖マリア・デイ・ミラコリーだって、2つってことかな。そうだ、マーカーセットって、ようわからん。こっちの建物の可能性があるな。ないかな。いやー見つからない。まずいぞ、これはまずいぞ。全くの全くまったりプレイになってしまう。それって違法だろ。マジで何の法律にかかってるんですか。おう、この教会とこの教会が2つでセットってことだろうから、あったー本当に失礼しました。いや、これの謎まで解いてたら時間やばいかな。まあいいか、いいや。ちょっと動画長くなりますけど、うん、そうか、ジャンプができダブルジャンプできなくなってんだよな。ちょっと登れるところが変わってるわ。なるほど、分かったぞ。一回こっちに飛び移るんだな。おい、もうやだ、こういうことだ。で、見てやがるな、ここに飛び移ると。多分ね、こういうことだと思いますよ。うん、 OKOK、 もう一個上いけない。よし、そっか、ただシンクルしよう。いやー素晴らしい。で、もうな、鷹の目にしようとしたのに。これ多分あるあるだと思うんですよねビューポイントで鷹の目を見ようとするとシンクロし、ビューポイントをシンクロしてしまうっていう。で、ここですよ。
こうか。うわ、なんだ。グリッドから落ちたのよ。どこにいたの？よくわからない。あれも記憶の断片化なのか。やめた方がいいかも。大丈夫だ、続けてくれ。ここがラピュタの中枢だ。ネタが古い。ローディング。お、あら、来た。今回もこのタイプだ。すべてを手にし、彼らは働かず高みから支配する。支配者かね、資本家ってことかな。すべてを手にし、彼らは働かず高みから支配するっていう絵を選べばいいってことかな。貴族ってことじゃないの。これは完全に貧しいよね。まあ貴族っぽい、貴族っぽい庶民。そっか、絵もね、貴族とか王族を描く肖像画やら何やら、あと神話を描く絵の人もいれば、こういう庶民の絵もね描いてますよね。あー、一目瞭然ですよね。なるほど、じゃあ選んでいきましょう。貴族ですね。これどっちか怪しいとこですよね。まあ確実に貴族選んでいこうか。で、余ったら、はいはいはい、あと2枚。まあこうか。あらら、貴族の絵が1枚足りない気がするな。何か見落として、これとか貴族なのかな。はい、ローディング、合ってましたね。え、コートその交差した一撃から逃れるため民衆は2歩前に進む。おー、チェスわかんないな。民衆は2歩前に進めばいいだけってこと。ローディング、いいんだこれで。やつらは我々の存在に気づきつつある。もはや神から授かりし、貴族の権利に頼って支配を保つことは不可能だ。我々には新たな仕組みがいる、はるかに精巧な仕組みが。なるほどね。まあ共和制とか民主主義とかね。ローディング、隔離ゾーン。どういうことだ、隔離ゾーン。丸ボタン押してんだけどな。この音に合わせてみようか。違うか。あ？ああ、隔離解除。
16号のビデオファイルをここに置く。今後意味が分かるようになるといいんだけど。さあ何枚あるのかな。 1,2,3,4,5,6。 あ、てかこっち見ればいいのか。クラスター10。今回は10箇所にあるでしょうね。なるほど。で、今のところ意味は全然わからないと。お、なんか攻撃されてる。逃げますか。何だったんだ。よし、ちょっと長くなりすぎたのでここで一回切りたいと思います。また次回もよろしくお願いします。それでは失礼します。